慣れてる感覚ありますよ。右を持つと、あ、ボール、はい、ボールのなんか輪郭に沿って手がきちんと沿ってる感覚はあります。あ、本当にこれ持ってる感覚ありますね。例えば親指の関節って結構複雑な動きをするんですね。どう定義してどう動かしてあげればうまく動くかみたいなことは手をテーマにしていたから考えられるところかなと。あ、ちゃんとなんか抵抗ありますね。こんな感じ。